それでは今日の最後のパートですけど、パート4ですけど、クラメールの公式についてお話します。まあ、これは一番簡単なクラメールの公式ですね。それで連立一次方程式 ax プラス by イコールアルファ、これ一式 cx プラス dy イコールベータ、これを考えます。で、 y を消去するわけね。まずそうすると、なんだっけ、この by と dy ですけど、これ一式の方に d かけたら bdy、二式の方に b をかけたら bdy で消えますね。で、ここにあります。だから、ここにあるけど、1かける d、adx プラス bdy が αd ですか。で、2番目の式は2かける b で、bcx プラス、bdy で βb ですか。で、そうすると、ここ消えちゃいますから、AD-BCX が αD-βB ですね。で、今度は X を消去しましょうか。いろいろ大変ですけど、今度は何でしょうか。この ACX と、AX と CX、すいません。を見て、これ消したかったら1を C 倍して2を A 倍すれば ACX 同士ここにありますよね。これこういらないですね。で、 BC-ADY が1式1かける C は ACX プラス BCY が αC ですか。それで2かける A ってのは、ここだからね。ACX プラス D、A 倍だから、ACX プラス ADY が、ベータ A ですか。ですから、BC 引く ADY が、アルファ C 引くベータ A になります。で、思い出してほしいんですけど、ABC 行列式 ABCD っていうのは AD-BC でしたね。で、そうするとこれはこれ何 ABCDX だよね。で、こちらの方はどう、アルファベータがここに来ますね。アルファベータでうまくいくよね。だから、エクセンスについては、あの時は、第1列ですね、ここ。ここに、これはアルファベータにします。非正事項と呼ばれている、ここですね。で、下の方はちょっとこれ、上と同じようにしたいんで、AD-BCY が、ベータ A マイナスアルファ、ちょっとマイナス倍します。そうすると、これはもういいね。これは ABCDY ですよね。で、こちらは、さっき言ったんだけど、こちら AC で第2列、第2変数なんで、これをアルファベータに置き換える。アルファ、A ベータマイナスアルファ C か。C アルファ、どちらでもいいですね。というわけで、これが導けます。で、特にこの係数行列式って言うんですけど、D のこと、ABCD。だから、ここにもありますし、ここにもありますね。で、これ消えてなかったら、X は D 分の1の、アルファベータ、ちょっと列に読みますけど、アルファベータ BD。y は d 分の1の ac アルファベータというふうになります。いいですか。これある意味で必要条件なんだけど、実際これが解になりますね。それはちょっとチェックしなかったよね。申し訳ないが。まあ逆行列でやればいいから。
で十分であることが分かります。いいですか、ここの議論はまだ必要条件でしかなくて、本当に解であるかどうかっていうのは、解があるとしたらこれだっていうことしか論理的にまだ示してないんですよね。ちょっとおっちょこちょい、まあそれでもういいんですけど、まあ解であることを示すにはやっぱりなんか逆をですけど使うとか、本当に代入するとか、まあちょっといろいろテレンテクダを少し使わなきゃ大したテクニックないですけどね。いいですか。でこれはクラメールの公式です。いいですか。十分というのは十分であることを示すと。まあ徐々にやって、今日はまあこんなことではやんないですよ。でさっきの定流点を求めるのは 2x プラス 4y が6ですか。これから 2x プラス 4y が6ですか。で 4x、さっきは解かなかったの、実はここで解くから、下の方は 4x プラス 4y が8ですね。11が解なのは瞬間的に見えるよね。第2すれば2たす4は6で、下のは4たす4が8で、第2したら解になるのは当たり前なんですよね。いいですね。というわけで、D は、2444で、ちょっと行で読んでますけど、2444で、2×4-4×4 でマイナス8です。これは、0ないですね。だからマイナス8分の1の、いいですか、6、8がだから今度はここに来て、y のところは6、8が来ます。で、そうするとマイナス8分の1の、6、4-8、4はマイナス8ですね。それから y の方は2、8、16-4、6、24で、マイナス8でこれ1、1になりますね。まあ、というわけです。クラメールの問題が、特別に、リンクされてますから、ちゃんと、あれは全部解く価値ありますよ。いい。ちゃんと問題、クラメールの公式の演習やってくださいね。何でも大事ですけど、何でも大事です。じゃあ今日はここまでです。